一辺だけとはいえ、三成様へこますとか。あんた、割といい線言ってるよな。どれ、生意気なガキをしつけてやるか。厳しく行くぜ。覚悟しとけ、バッドボーイうーん。こう言っちゃ失礼だとは思うけどさ。正直あんたって、親代わりには向かなくね <laughs> とことん恐れを知らねえ坊ちゃんだぜ。そこまで言うならよく見てな。俺がもたらす光をな。あんたとまた勝負できるとは嬉しいね。さあ、張っていこうぜ竜の右の目ん玉さん <laughs> ほざいてくれるじゃねえか。いいだろう。きっちり落とし前つけてやる。その若さで俺と分けるとは、大したもんだ。 生まれは、誰に剣を教わったへへへ、<laughs> 悪いね、片倉さん。俺、昔のことってあんま思い出さないようにしててさ。そちらさん相変わらず燃えちゃってるね。熱いわ。マージ熱いわ。ま、マジ熱島殿、記念の物言い,い。この雪村、いまいち消せぬ。運も実力って言うっしょ つーわけで、俺はそいつを博打で鍛えてる。的ななるほど。掛けごとも修行に違いない。のでござろうか。俺とあんた、結構似てる気がすんだよね。ぶっちゃけ、他人とは思えないっしょ。上司が堅物って以外に共通点は見当たりませんが。忍びってやつは、イカ様ばっかしちゃけど、 あんたは嫌いになれないんだよなそいつは奇遇だね俺様もお兄さんみたいなの嫌いじゃないんだわトラさんこっちら天のなる方へ <laughs> なんつって冗談っすよ冗談フンフフフフ わしを殴ってみ。わしもお主を殴る。俺からでいいんだな。よし、歯を食い縛りなじゃねえよ何そのノリ、意味わかんねえよまずは、お主自身の手で、挑む段員を決めちょ、マジっすかうり二つなのは見た目だけではないぞ。 <laughs> つうか、これってイカ様すれすれじゃねえ猿の楽天が目に浮かぶぜ。ま、奪い返されねえためにも。互いに足を引かぬよう、ただ一心に努めるのみこれ、俺が取り返しちゃったら、すげえ手柄じゃねえ怪我人がいるんだ。今はお引き取り願いたい。 どうしてもと言うならば、まずわしを撃ってもらおうか。あんた、結構気短くね三成様的な感じあんた、てめえに嘘ついてんだろう。だからイカ様野郎だってんだ。ズケズケと言ってくれる。だが釈明はしない。言葉ではなく、拳でわしの心を知ってくれあの人にとって どんだけあんたが重かったか本気で分かんねえのかよ家康分かっていたさ。いや、つもりだったのかもな。いずれにせよ、わしは選んだんだ。三成よりも、民をあんたがそこに突っ立ってると、三成様の邪魔になるんだってばちょ、聞いてる柴田勝家。 あんたがいるのか。俺を見ろ。しっかりと、見ろ俺はあんただ。未来のあんただ繰りごとはやめろ。私が、お前になるなど、遊びに一もない。私は、お前の影防止に過ぎないのか。違う。違う。私がお前であるはずがない。 刑事さん、最近、鳥羽に来てないじゃないですか。は他にいい場所見つけたえ、それとも、これですか今は、これがこれで、これかな要は、加賀の明日をおかけて、天下の大爆笑ってことよあんたが刑事さんの言ってたトシさんか。聞いた通りの人で、安心したよ。刑事が鳥羽で大負けしたと言ってたぞ。 そのおかげで、あいつは爆打をやめられそうだ。まったく鳥羽などに入り浸って。しかも刑事を誘うなんて、何を考えているのです。ごめんなさいって、説教するなら刑事さんですって !5 回に3回は刑事さんからの誘いだんで、鳥羽はどこよ、鳥羽はそちらさん、相当のはイカサマシっしょ俺、 大っ嫌いなんだけど、そういうの。貴様こそ、石田の配下とは思えぬ下劣さよ。不愉快だ。なんだろうなその、嫌な目つきかな油断も隙もないって感じだよね、あんた。愚仏名。道家のごときが我を語るな。な、中に人が入ったりしてんの、これ。 あんた、なんだってあんなイカ様野郎と、もったいねえよ、マジで兄ちゃんこそもったいねえあんたは、海の男になるべき野郎だ間違いねえへへ,へこいつで、人勝負どう博打には自信ありだ。野郎どもとの勝負じゃ負けなしよ。あらら、男は肩見せまそう。って、まんざらでもないってか えっと、つまりあんたが言いたいのは、俺に、お婿さんになれって、そういうことだ、誰が、貴様のような乙女の敵を大体、貴様とあいつとでは、天と地ほども違うちょ、話せばわかると思うんだけど落ち着こう一旦、落ち着こう,一旦落ち着こう問答無用消えろ乙女の敵 これ、やっぱシャレになんねっつーの。信長さん、すいませんマジですいませんうるさし我しかめ、我が空つにまとわりつくとは貴様か。目障りを、今この場にて叩き潰してくれようぞ。あ、そっか。信長さんがあいつの主なんだっけ。だったらさ、 ちょいと言いたいことがあるんだわ。なんつーか、そちらさん、かけてる命の扱いとか、超軽い気がすんだけど、それ系の人 <laughs> さあ、どうでしょうか。試してみればわかりますよ。すぐにね。くっそこんなやべえ状況だってのに、なんで俺はサイコロ振りたくてうずうずしてんだっつーも カツイエとあんた…か。一体どっちが報われんのか、ツボ振りとして見定めっかねえ。ん何の話だ私にもわかるように話せ未来を掴みたきゃ、勝て命を張って、必死こいて俺に勝て賭博など正義ではない滅べ、アクロバクト 一もね、すべて投げ出しているつもりなの。でも、どうにもならなくて。お願い、助けて。全部かけても上がりなし。博打にはままあることでしょ。う。さもなくば、あんたがまだかけきってねえかだ。あなたにはわからない、一の。 長政様の、苦しみなんて。同情はしねえし、手も抜かねえ。でなきゃ、掴み取るもんが嘘になっちまう。くれるってんなら、遠慮なくもらっとくよ。それがあんたの望みなんだろ。そうねえ。あなたのものになら、なってもいいわ。ただし、吉輝に勝ったらね。 この賭けに勝てば、わらわは,はあなたのものよ。っ <laughs>、張り合いがあるでしょ勘弁してよ。あんたにしろ将軍様にしろ、俺顔負けの爆打好きじゃねえ。K からは懸命をもらい、花壇を送ったのだったかな。ああ。おかげさんで毎日が楽しくて仕方ねえよ。 けどな、あんたのしたことだけは、絶対許せねえんだおい今のイカ様じゃあ、ねえのか忍びの技だし仕方ねえかいや仕方ねえのかそなたの今のありさまでは、あたら命を捨て撃つのみ。 引きなさい。俺が相手じゃ博打にもなんねえってか。そりゃそうかもだけど、やっぱへこむわ。いや、ちょっと、目のやり場に困るっつーか。俺、すげえ見ちゃってるけど、いいそのふざけ切った態度。お前は刑事か。命を懸けるってのは、死ぬかもしれないってことだぜ、少年。 主君が行方不明とか、シャレになんねえよな。俺にできることがありや、何でも言ってくれ。では、秀吉さんに豊臣陣内の捜査許可を。あれどうして目を逸らすんですかうーん。え何すか、やさん。ああいう大人になってはいけないへへ、<laughs> その通りかもな。ま、 まっ正直に角を伸ばしな鹿の少年くーあんたらの生き様、かっこよすぎじゃねえ <laughs> ならば最下となるかお前に偽りなき我らの生き様を与えよう。カラスがまた一羽増えたか。<laughs> え何カラスカラスって何すかねえ なあ、姫さん。あんた自分を見たりは、しないよね。見てないよね、やっぱ。え見てますよ。毎日、おしろの鏡で。それで、今日も私、可愛いかなーって。<laughs> その、とばってところで占いをすれば、サコンさんは幸せになるのですね。行きましょう。やっぱ。 あんたみたいに騙されやすい人には悪いわ。ごめんな。あんたが今のままでいいってんなら、無理して変わらなくていいんじゃねうーん。僕は、僕は、んあんたも何かにかけた方がいいって。まず、その鍋をかけて、俺とやってみるか うーん分かってるけど決めるのは苦手なんだご飯を分けるのはもっと嫌なんだあんた結構面白いよなどこがって聞かれるとあのあれだけど私もあなたのことは好きですよええ好きですとも <laughs> あなたが得意とするたわいない遊びの数々 ずっとやってみたいと、心のどこかで願っていました。坊さんだろうが何だろうが、楽しんだものがちゅっしょさて、そんじゃご期待に応えて、サイ二つ、入りますへっほーいこりゃいいやあんたに月が回ってきたらと思うと、正直ゾッとするぜ。月なら ただいま、小生に回ってきたぞやっとこの稼でお前さんをぶっ飛ばせるんだ豊臣に戻ってきても、俺の下からやり直しだかんねフン <laughs> あっという間に乗し上がってやる戻らんがな。あんたさ、そんなことばっかしてて、人生楽しいのえ、なにサコー 豊臣に不満とかないのほらいい、e、のつくやつとか超うざいじゃん今んとこうぜえとか全然ないっすよ5のつく人いなくなったし先輩相変わらずあれっすねほのぐらいっつうかジメッとヌメッとしてますねこいつこの坂 ふざけんなよマジでかこれを止めろってかいや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 、無理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 ほれ、ちょこまかにぐってなかおまはんの少年、おいが叩たたき直しやんねよき若きよ。昔のおいなら酒場かわしていたところに。でも、今のあんたはそうじゃない。ああ、新規臭いじじいにはなりたくないもんだ。 超素敵紳士王国堂々完成我が輩誰かに見せたくてたまらないあれこれ笑えばいいの笑うとこだよね紳士は博打もたしなむ我が輩歩くイカ様辞典存在自体がイカ様のやつとはちょっとねあんたをただのイカ様野郎って呼んじまうと。 他のイカ様野郎どもが可哀想ってなもんだ確かに。我が輩はいわゆる一つの素敵獅子だからね。あんたの言葉に耳を貸す連中の気が知れねえよ。まとめてくたばっちまえっての。おう、マイザビーこの不敬者に天罰をカモンデス・アトラクション ザビー教のカ護があれば、博打で負けなくなります。今すぐ入信させてあげてもいいんですよ。イカ様をうまくやれない不器用なとこは、可愛いと思うよ。でも、高慢ちきはいただけないね。ザビー教の落ち度は認めます。それを除けば、ソーリン様は、純粋で真正直な君主なのです。おそらく、多分。 その顔見てたらイカマ・ザビーを責める気も失せたい。あんたの主にも、いい道が見つかるといいな。こいつ、わしのこと絶対舐めてるよね。締めていいよね。あ、えあんた今、ものすげえこと言わなかったよく来た友よ。早速そなが、 その方の価値がいかなるものか、品定めさせてもらうとしよう。俺の価値ふ <laughs> そんなの、俺が決めるっての答えよ斧が手で、斧が力で、未来を作りたいとは思わぬか若き友よ三成様のために働ける未来で十分そいつに俺の命を張って、そして勝つ あんたほどの博打馬鹿、見たことねえよ。へっ、鏡の中以外ではな。ふん、よほど自信があるようだな。よし、二本目は博打で勝負するとしよう。